様々な線香庫線香庫は暗い場所で写真を撮影するときに燃やして使用された粉である。暗い場所でも写真を撮影したいという欲求は古くからあり、高速レンズや感度工場の努力とともに人工光源の試みも盛んに行われていた。その成果の一つが1880年頃から使用されるようになったマグネシウムリボン発酵機である。 これは反射酸のついた器具に時計のゼンマイのようなマグネシウムリボンをセットし先端を引き出して点火すると電気花火のように明るい光を発するものであった。これをさらに改良し粉末にしたマグネシウムに塩化カリウムや硝酸カリウムを除粘剤として混合し発光器の上に少量を盛り発火石等で点火する線光庫が発明された。使用する分量により 光量を調整でき、狭い部屋でも、広い部屋でも、柔らかい光が十分に回り、経済的で便利であったため普及した。大きな音が出ることから、ボンパキと、俗称された。しかしマグネシウムが、火の粉として飛び散り灰が降るため、室内にあった紙に火がつきぼや騒ぎになった、用意されていた料理をダメにしてしまった等の逸話も、多い。また爆発的に燃焼するため、 写真フィルムが燃えやすいセルロイドベースであったことと相まって写真館の火災保険料が高く設定される原因にもなった。熟練を要すること、危険であること、先行電球が確実に発光するようになったことから使用されなくなった。ありがとうございます。